げちゃう。あと日本の野球と、まあ、プロ野球と中日と、はい、とあとイタリアのプロチーム の、はい、あのこの違い、うん、一番やっぱ感じるところってどこですか。一番、まあ、全然違うんですけど、はい、まあ、試合時間が遅れたりするの平気だし、お6時からって言ってても別に7時からとか、なんか誰々来てないかみたいな、マジで、まあ、あったりするんですよ。監督草野球じゃん、そんなの、まあ、若干それに近いし、あとは日本って準備を大事にする、はい、しますよね。そうルーティーンがあったりとか、まあ、あのアップしたり、ね、アップしたりとか、で僕ももちろん少なくともプロでちょっとやらせてもらってたんで、そういうの大事にしてやっていってたんですけど、はいはい、試合時間変わったり、その逆算していくと不安要素ばっかりになっちゃうんで、もうここはもう気にしないとこうって思うんです、途中で。うーん、もうそのやれる環境で最大限やる、アップ時間も短かったりもするし、最初はだからね、それにあれで調整したりせなあかんけど、だいたい流れが分かってきてる、もう気にしないようにしました。ボコボコ、しかもグラウンドはボコボコ、天然芝なんですけど、綺麗にしてるって言ってもやっぱ日本の手入れと違う、まあ、見た目ぐらいなんだね。だから跳ねたりするので、その全然違う、やっぱりミスしてもあの、なんですかね、まあしょうがないじゃんって思うようなマインドにしないとやれないなと。そう思ったら日本の選手とかね、プロ野球してる、ね、12球団ありますけど、やっぱり、まあ、人工芝はちょっと別として、甲子園とかね、やっぱり中日のその2軍のグラウンドもそうですけど、感謝せなあかん。いや、すごい整備ですよね、やっぱりね、本当感謝ですよね。感謝です。あと人の違いというか、まあ、エラーするじゃないですか、はい、で日本人って例えばアウトになっても送球それたらファーストにごめんねってやるじゃないですか。あ、やるやる、やりますよね。エラー、例えばエラーになったとしても絶対謝ったらダメだなって思ったのが、それをやると普通にお前悪いんだよって言ってくるんです。あ、まあ、自分があの悪かったと思っても、はい、悪いふりしたら、つけ込まれるというか、そう言われますよ。あ、なるほどね。そう、それは文化の違いっていうか、あと道具を大事にしない。そういうのおるね。道具は道具として見てるんで、バットも平気投げるし。まあでも、ミナトはそういう性格じゃないから、でもイタリアにはそこは合ってないと思う。はい。あの、そう、俺も大事だけど、やっぱり大事にするし、悪いことはやっぱり謝るタイプなんで。はい。ちょっと嫌な感じで帰ってきたんです。ちょっと嫌な感じで帰ってきたんです。なんか、でもまあ、みんな一生懸命、その生活があるから、そうですね。少しでもよく見せたい。だから評価が上がるもんね。そうですね。あっちの評価がね、はい。なるほど。だから、それは、なんていうんですか。日本ではないね、あんまり。で、まあ、たまにおるけどね。うん。ピッチャーの選手やキャッチャーもね、あいつがここに持ってこなかったからって言って、あのよく、はい、あの言いますけど。勉強になりましたから、そういうのも。あと、あの、生活で、あの、まあ、言葉最初は喋れないじゃないですか、うん、で、まあ、でも買い物しに行ったりとかしなくて、で毎日そのスーパーに行くとレジで毎回同じこと聞かれるんですよ。なんかでもイタリア語だから分かんないじゃないですか。例えばなんか喋ってくるんですよ、当時の話なん でそれを、まあ、英語は少し片言で喋れたんで、そのチームメイトになんか毎回俺スーパーに行くときなんかおばさんにすげえ言われるんだけどって、あれじゃないの、一緒のもんばっかり買ってたからじゃない、またそれ買うもんみたいなことかもしれないだったんですけど、ポイントカードあるかってただ聞かれてたけど、あ、いつも来るから、いつも来るから、お前それ毎日来るのにポイントカードないの。でもだから優しさじゃん、あっちからしたらポイントカードを貯めて毎回会うのに、なんでお前持ってないんだって毎回聞いてくれてたのに、僕はそれがプレッシャーで買うの嫌だな、買うの嫌だなこと分かってたらね、すごい分かってたと思う。でもだから結局はポイントカードで、次の日に行って、まあ、友達からチームメイトから聞いてるって絶対カードだと思って、うん、確かに、ね、カルタって言うんですけど、カードだから、で、まあ、作ってって言って作ってもらった。で、そこから聞かれへん、聞かれへんなって、何も言わずこう出して、まあでも違いってやっぱりあるね、やっぱりそれはね。さくはね、面白い話を聞いてくれて、あ、聞いてくれじゃない、今日は面白い話をね、していただいて、やっとね、ハゲちゃんにも来ていただいて、いや、恐縮ですけど、嬉しい限りです。で、みなたのね、はい、YouTube ともコラボして、まあ、いろいろとなんかこう、二人の、ね、YouTube がね、はい、世の中でね、はい、見たよみたいな感じでね、言
われる日、まあ、ハゲちゃんすごいんでね。いやいやいや、それに乗っかる形になる。うち僕がすごいんじゃなくて、僕 のうちのスタッフがすごいんです、はい、優秀なスタッフさん。いやいやいや、スタッフがねやってくれてるから、あの成り立ってる話で。でも本当になんかこう、僕もあの港も、中日にいたっていう OB として、まあまあジャイアンツに言いましたけど、中日にいたという OB として、まあ、これから中日が強くなっていってもらいたいのもあるし、なんかもう名古屋でね、なんかこうやってなんかいろんな形でなんか盛り上げれたのと、はい、なんかもうイベントとかもね、あのそうですね、はい、で、あの選手のね、はい、なんかこう聞けない、なんかこう情報とか、情報とか、はい、いろんなことをなんかこう情報をここで提供していきたいなと思うし、はい、あの一番はやっぱりあれですよ、ネクストシングルとか、あの本当に流行ってくれて、はい、まあ、流行ってくれてて今でも流行ってるんですけど、なんかみんな街歩いてたら、おネクストシングル、うん、おネクストシングルみたいな感じになったら、なんか僕も嬉しいなって、はい、あれイタリアのプラン、いやいや、そんなことはないです。あのセレクト、あのネクストシングルってセレクトショップなんで、はい、そういうニューヨークとかイタリアから持ってきたブランドもあるんですけど、オリジナルの商品なんで、ネクストシングル、はい、まあ、ぜひ、またあのハゲちゃんでも、あれ住所とかね、また下にね、ちょっと載しますんで、ここら辺かな、ここら辺、この下、ここら辺、はい、ここら辺に載すんで、あのまた来ていただいて、はい、あのいろんなやっぱり服とかも売ってますんで、はい、まあ、僕はあの帽子とかもおすすめですね、一番おすすめですね、はい、なのであのやっていきたいと思います、はい、またあのこれからも最後まで、はい、2人で頑張っていきましょう、はい、よろしく、握手できないんで、はい、頑張っていきましょうです、はい、今日もあのハゲちゃんを見ていただいてありがとうございます、はい、あのこれからもあの皆さんと頑張っていきますのでよろしくお願いします。では最後、はい、あのまたやるんです、はい、大丈夫ですか、はい、大丈夫です、はい、いきます、はい、3、2、1やりました、炊飯器じゃあ